羽生結弦さんの単独アイスショープロローグ横浜公演2日目となった11月5日、会場だけでなく日本全国109ものスクリーンで上映され、 CS でも放送された羽生さんの圧巻のパフォーマンスとその優しさに感動と称賛の嵐が巻き起こっています。公演初日となった4日には、会場を埋め尽くした熱狂的な羽生さんのファンの方々でさえも、ほぼ休憩なしの羽生さんの演技や衣装替え中の映像などに見とれ、驚きの連続となった90分後には、感動の涙とあまりの衝撃により、放心状態となる方々が続出していました。まるで一人で競技会をしているかのような構成は、2日目も同様となっており、6分間練習を淡々と行う羽生さんの真剣な表情を見て、最近ファンになった人たちのために、ありがとう、と涙を流しながら、感謝をする方々が SNS 上にコメントを投稿していました。その後、生命の衣装から着替える間も、ファンの方々を待たせないようにと、羽生さんの幼少期の貴重な映像が流れると、ファンの方々はまたも感動。そんな興奮冷めやらぬうちに、三味線の生演奏によるチェンジが演じられるなど、落ち着く暇もないほど。その後も、アンケートで同票くらいのプログラムを、2つとも演じるファンサービスを見せた羽生さん。プログラムごとに一瞬で雰囲気を切り替える場面を何度も見ることができたファンの方々からは、こんな贅沢な空間他にないと大絶賛されていました。そして前日からファンの方々の反響が大きかった新プログラムファイナルファンタジー10のテーマ曲いつか終わる夢が演じられると、光が集約され、まるで羽生さんやファンの方々の思いを日本中に届けるかのような演出も加わり、衝撃の演目となっていました。90分があっという間に過ぎていき、公演は終盤へ。ファンの方々の喜ぶ顔を想像しながら、自分ができる精一杯の演技、演出、準備などをしてきたであろう羽生さん。フィナーレでの私は最強では、会場の思いが一体となって、羽生さんが涙する場面も。最後は、羽生さんの全力が感じられる、会場へのありがとうございました、で幕を閉じた。プロローグ横浜公演。その卓越した演技だけでなく、素晴らしい演出やファンの方々の思いを大事にした構成で、日本中のファンの方々に愛を届けた羽生さん。そんな素晴らしいアイスショーを会場だけでなく、全国の映画館や自宅のテレビなどで見た方々からは、称賛の声が SNS に数多く寄せられており、改めて羽生さんの優しさや素晴らしさを実感したという声で溢れていました。この感動を届けた羽生さんのアイスショーは、続く青森、八戸公演が12月2日、3日、5日の3日間の予定で開催され、羽生さん側の神対応次第では、日本を飛び出し、世界への配信などもあり得るかもしれませんね。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。